こんばんは。こんばんは。華やかなお三方のステージの後に私服同然の40歳のおばさんが出てまいりました。ですね、今日は20分お時間いただいたので3曲歌わせていただこうかと思います。早速いきたいと思います。1曲目は愛さんのストーリーを歌わせていただきます。よろしくお願いします。
うございました。そちらの方の、主催の、カラオケイベントというか全国歌春選手権みたいのがありまして、そちらの方で一般の分の方で、このストーリーという曲を歌って、ともう一曲この後歌う曲なんですけれども、そちらの方の歌を歌って総合優勝の方をさせてもらいました。でそこでなんか人生もらったことのないような大きな、何トロフィーで、ね、そうそうそうトロフィーな、ありがとう、何だっけと思ってトロフィーをいただきまして、でそこでもうすごく嬉しくて、それだけでも嬉しかったのにですね、先日7月22日にですねクラブチッタという川崎にある、ライブでオープニングアクトだったんですけども、その優勝した特典で、出させていただいて、なんかもうなんかもう一生ないだろうなって思うぐらいのすごい楽しい経験をさせてもらいました。でその前は、ギミヤさんって言っていいの、いるあの M スターの、ね、系列 のカラオケ大会がありまして、2022年はそこで一般の部で優勝させてもらったんですけども、実はですねその今年 そのカラオケ大会、こちらにいるあの伊藤さんなんですけど、君屋さんなんですけどそちらの方がのカラオケ大会でですね、うちの母が次優勝しましてなんか親子2代でちょっと優勝できたのですごく嬉しかったよっていう自慢でした。ありがとうございますありがとうございます、はい、じゃあ休憩できたから喋ったんだはい、ありがとうございます。トークが下手なのでトークしながらもドキ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 して血圧上がっちゃってるんですけど次の曲はその先ほどカラオケ大会で2曲歌った時のもう1曲で、椎名林檎さんのここでキスしてという曲を歌いたいと思います。盛り上がってくださったら嬉しいです。よろしくお願いしますGee
センターの方では一宮なんですけど加藤玲也ちゃん、伊藤美桜ちゃんで同じスクールの ABEX のスクールの安藤ララちゃんっていうこと、一緒に歌わせてもらいまして、まあかっこいいのよ。もう自分の子やけどかっこいいなと思っちゃってなんか本当にね、あの4人がもう輝いて見えて、もうなんていうの、琥珀糖みたいなぐらい輝いて見えました本当に私の中で琥珀糖めっちゃ暗い高いんですけどなので、もう本当にかっこよくて、私それがすごくですね嬉しくって、で、今日データをですねいただきまして、何回もちょっと見ちゃって、で昨日の夜はです、あ、夜っていうか夕方はですね、その後に、一宮駅、尾張一宮駅のところで、カラオケバトルとかにも5回ぐらいもう出ているゴミダイヤ君ということを娘がコラボしまして、でそちらの方でですね、もうまあかっこよく踊ったんです。本当になんかうちの子ってもしかしてすごいのかななんて思っちゃったもんで、この後後ですね出てきますので、その時もですねいっぱい応援してあげてほしいなと思います。高校1年生のピッチピチの女子なんでよろしくお願いいたしますはい、では息が落ち着いたので最後の曲となりますのでいきたいと思います。ではですね、ホイットニー・ヒューストンさんの I Have Nothing を歌いたいと思います。よろしくお願いします。Stay in my arms.
you